ダブリンコンベンションセンターはアイルランドのダブリンにあるコンベンションセンター。ダブリンコンベンションセンターはスペンサードックのリフィー川を見下ろしている。設計はアイルランド出身のアメリカ人建築家、ケビン・ローチ。1998年に着工、2010年に開館した。2020年6月からは新型コロナウイルス感染症の流行により、 社会距離拡大戦略を実施するために、臨時的にアイルランド議会として機能していた。1995年、当時のアイルランド政府は、コンベンションセンターの建設を計画したが、頓挫した。円ケニー観光大臣は、ボールスブリッジのダブリン王立協会に、コンベンションセンターを建設すると発表していたが、行き止まりとなった。1997年11月、 共和党新政権が選出されると、ジェームズ・マクデード観光大臣は会議センター建設のための新たなコンペティションを開始し、7つのコンソーシアムが参加した。公共事業局は、フェニックス・パークの横のインフィルマリー通りにコンベンションセンターを建設することを提案した。コンペティションの最終優勝者であるジョニー・ローナンとリチャード・バレットが率いるトレジャリーホールディングスは、 スペンサードックにプロジェクトを設置するためにアイルランドアイルランド交通システムと契約を締結した。開発業者のハリー・クロスビーもコンソーシアムの一員だった。計画には250部屋のホテル2軒の計画が含まれていたが、少なくとも1軒は最終的に建設されることはなかった。一つのホテルはコンベンションセンターの裏手に計画されていたが、その敷地は その間公演として利用されていた。エントリーの締め切りは1998年1月31日であった。欧州連合は2000年までにプロジェクトが完了することを条件にプロジェクトに対して最大2500万ポンドの助成金を提供することに合意した。入札文書によると当時のプロジェクト全体のコストは 用地取得を除いて3500万ポンドから4500万ポンドと予想されていた。また、落札した入札者は、負担した費用のために25万ポンドを観光庁に渡さなければならない。ダブリンコンベンションセンターは、2010年のエンジニアリングプロジェクトオブザイヤーの最終選考に残った。新型コロナウイルス感染症の流行により、 社会距離拡大戦略のために2020年6月から一時的にアイルランド議会はコンベンションセンターで行われた。サミュエル・ベケット教とコンベンションセンター建設工事は1998年に開始されたが、最終的には2010年まで完了しなかった。プロモーターであるスペンサードックインターナショナル、ダブリンドックランズ開発局、 ダブリン市議会との間で法的紛争が発生し、プロジェクトの一部が遅れた。プロジェクトの建設は、トレジャリーホールディングスとジョンシスクソンのジョイントベンチャーであるコンストラクションマネジメントパートナーシップによって行われた。シスクは1999年3月に1億400万ポンドのセンター建設契約を獲得した。この建物は、 特にガラスの間口と多数の湾曲した壁などが象徴的なものとなっている。この建物は2000人収容のオーディトリアムと4500平方メートルの展示、宴会場を含む22の会議室で8000人まで収容することができる。低炭素セメントを使用し、ボランタリーカーボンスタンダードに基づいて国内排出権取引を購入することで、 やむを得ず排出される二酸化炭素を相殺することで、世界初のカーボンニュートラルなコンベンションセンターとなっている。また、熱交換器による熱の回収や、蓄熱装置を使用し、建物内の空調を行っている。マクドナルド・フランク・コンファレンスセンターファースト、e、EU ファンディングデッドライン。ダブリン サイリッシュタイムズ、https コロンスラッシュスラッシュ www.irishtimes.com スラッシュニュースペーパースラッシュアーカイブスラッシュ1998スラッシュ0220スラッシュ PG061.html2011 年12月31日日結論エビー・マクドナルド、フランク、セブンエンター・コンペティションツービルド・コンファレンスセンターイン。 ダブリン、ダブリン、ザイリッシュタイムズ、https コロンスラッシュスラッシュ www.irishtimes.com スラッシュニュースペーパースラッシュアーカイブスラッシュ1997スラッシュ1127スラッシュ p1031.html2011 年12月31日閲覧エンジニアズ、アイルランドエクセレンスアワーズ。 エンジニアーズ・アイルランド、2011年5月21日、閲覧。シスック・ウィンズ104ポンド M コントラクト法、ナショナル・コンファレンス・センター。アイリッシュ・タイムズ、2020年7月3日閲覧。ABC、ザ・コンベンション・センター・ダブリン。ダブリン・ド・クランズ、2011年10月4日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2011年5月21日閲覧。 About the Building The Convention Center Dublin 2011年5月21日閲覧ありがとうございます。